陽太くんがオロチの元にいる理由、それは軍資金として陶拓に送られる莫大な金品であった。オロチから陶拓への送金があるとの情報を入手した豊臣秀吉は直ちに軍勢を編成、止水艦へ急行して輸送部隊を襲撃、陶拓の軍資金を奪取することにした。金が届く。笑いが止まらない。痛い目に遭いたいか。さあどこからでもかかってこい。任務とはいえ、豪太君の金の具合も。覚悟。ひとまず撤退だ。決勝。取りました。見事。ルポリする働きじゃ。貴様に強敵と会えたわ。決勝。撃ち取りました。覚悟。覚悟。どうしよう。覚悟。陶拓様に金をお届けするのだ。バイバイ。来た。輸送部隊を叩け。陶拓に近づけろ。陶拓様にオロチからの送金があるはずだ。戦の最中も。よー、目を光らせておくんじゃぞ。ちょうどよろしいわ。お屋敷に感じしてもらいましょう。金か。天の教えを広めるために使えぬか。金の到着が遅れておる。何かあったか。さあその調子でどんどん撃破するさ。絢爛豪華な大宴会が待っとるぞ。敵の本陣を攻めるぞ。その武、まさに戦の花じゃ。私と手合わせ願う。よろしいに。えいへいよ。はい。えいへいよ。撤退します。あとを頼みました。ここでお前を撃つ。敵将を撃しました。見事よ。へいルポリする働きだ。年齢輸送部隊が再び到着する模様。えいへいへいよ。はい。久々に強敵と会えたわ。敵将を癒やしました。おー、バボボ式どうしよう。その武、まさに戦の花じゃな。の攻撃かわせるか。金はどうした。約束と違うではないか。俺だけの金があればオロチにも布教できよう。今負けない。覚悟。
テイショウ、テイス取りました。覚悟。おお、やるの。よし、敵の本陣を吸収する。誰の仕業かは存じません。これ以上の狼藉はリナが許しません。それすごいんだから。我が首、仕事取ってみよう。それが、それよろしい。ヒよ、はい、よ、ヒよ、これほどの腕前とはな。はい、敵将、言わしました。見事、ほれぼれする働きじゃ。よ、いかなる理由があろうか、悪事は悪事です。ほら、成敗いたします。怖い顔して、怖い顔してはるのに羨ましとす。はい、リーダム、任されません。私が未熟でした。引きます。敵将、言わしました。おお、頼もしき同志よ。この部、まさに戦の花じゃな。痛い目に遭いたいか。私の叶う相手ではないわい。敵将、癒やしました。見事、ほれぼれする働きじゃ。再び到着する模様。お前の相手はこの俺だ。喜べ、元の世界まで吹き飛ばしてやる。人の金を狙うと、いい度胸だ。すぐに楽にしてやる。たくましい体したはること触ってもよろしい。やろう。はい、もういい。金の切れ目だ。全部切れ目じゃ。オロチなんぞ知ったことか。俺の怒りに触れたら終えておけ。敵将、撃ち取りました。よし、あとは盗作を倒すだけだ。その部、まさに戦の花じゃな。なんて強さだ。敵将、撃ち取りました。見事、ほれぼれする働きじゃ。皆を勝利に導いてみせます。我らも手柄を立てるのだ。さあ、全力で来るがいい。あればなるまい。敵将、撃ち取りました。まさにたがわぬ高潔よの。俺がぶっ飛ばしてやる。
れ。どこからでもかかってこい。ケスどもめ、あれの匂いに連れてきたが、これはわしの手だ。絶対に渡さんぞ。よろしく。うちにしばらく何しとなりますよ。なんて強さが。敵を取り扱いしました。見事お願いする働きだ。ひとまず撤退だ。敵将、言わしました。腕を上げたの。はい、その部、まさに戦の花じゃ。はい、敵将、言わしました。おお、頼もしき同志よ。ケチなオルチとはおさらばじゃ。貴様らについた方が得じゃろうて。ガーハハハハ。金さえ手に入りゃよかったんじゃが。